はい、皆様こんばんは。仏教哲学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、仏教哲学研究会にはですね、さまざまな日蓮宗宗創価学会検証会に関するご意見が来ておりますね。当仏教哲学研究会の公式チャンネルではですね、前々からアンチ日蓮宗宗に寄せられた日蓮宗宗に関するクレーム、アンチ創価学会に寄せられた創価学会に関するクレーム、アンチ検証会に寄せられた検証会に関するクレームを検証してきておりますが、もうそれだけにとどまりません。仏教哲学研究会にはいろんなですね、この日蓮宗宗創価学会検証会に関するクレームが来ておるわけです。はい、それでですね、今回はですね、この日蓮宗宗創価学会検証会に、つまりその中心本尊ですね、本部の本尊参拝を申し込んで拒否されたという、そういうですねクレームがですね、仏教哲学研究会に舞い込んできていると。まあこれいくつもそういうお話が来てるんですよ。はい、それでですね、今回はなぜ日蓮宗宗創価学会検証会は中心根本本尊を外部の人に拝ませないのかと、こういう検証をしてみたいと思うんですよ。で、この日蓮宗宗創価学会検証会に本尊の参拝を申し込んで拒否されたという方は、つまりこの日蓮宗宗創価学会検証会の信者さんではない、その外部の人であるわけなんですよね。はい。で、その外部の人にその本尊を拝ませない。そういうことなんですね。はい。これでまず創価学会からいきますと、まあ、創価学会総本部の高専ルフ大聖堂の創価学会常住板本尊ですね、を外部の人に参拝させないということなんですよ。で、これはそのなんかテレビでなんか創価学会に対してその取材をなんか申し込んだテレビ局が高専ルフ大聖堂の中入らせてくれっていうふうに言って拒否されてしまったということもあったということなんですよね。はい。で、この仏教哲学研究会の公式チャンネルの掲示板にですね、その仏教哲学研究会は創価学会のことを全然その取材してないじゃないかということを言ってきた創価学会が前にいたんですよ。それで、まあ、私がね、じゃあ高専ルフ大聖堂の創価学会常住板本尊を取材させてくださいというふうに言った途端に、この創価学会が遁走してしまったということがあったわけでございます。はい、それで、創価学会の場合はこのね、創価学会総本部高専ルフ大聖堂だけにとどまらないですね。創価学会の、まあ、いろんな会館が全国各地あちこちありますね。その創価学会の会館に、その創価学会員じゃない人が単独で入ることを創価学会は拒否するんですよ。じゃあ入れないのかというふうに言うと、創価学会員と一緒に来てくださいって。そういうことを言うということなんですね。で、これはおかしいんじゃないかと。いや、そんな仏教寺院というのは、大体どこも、その自由に参拝ができるじゃないかと、いうことで、なんで創価学会の本尊には参拝できないのかと。こういうのおかしいというふうに、な話がですね、当仏教哲学研究会にいくつも来ているわけでございます。はい、だから、なぜ創価学会は、創価学会常住板本尊をはじめ、創価学会の会館を一般に公開しないのかという、まあ、大きな疑問があるわけなんですよ。はい。まあ、これは創価学会の話ですね。はい。実に不可解な閉鎖的体質を持っているのは何も創価学会だけじゃないんですよ。
例えば、検討会の本部の常住本尊を、またこれまた外部の人に参拝させない検討会ということなんですね。だから、この、検討会員じゃない人が、これ複数の方がですね、検討会本部の、本尊に参拝を申し込んで、検討会に拒否されてしまったということがあるわけでございます。で、それで、なんでこんな検討会ってのはこんな 変なことを言うんだと。検討会に入れ入れとかって普段言っといて、それで、なんか、で、じゃあ、本尊拝ませてくれって言ったら拒否されてしまったと。どうなってんだと。いうことなんですよね。で、この検討会の会館にもですね、外部の人をですね、その単独では参拝させないということのようなんですよ。はい。で、なんで検討会は、会館、検討会の会館、ないしはその会館の本尊を一般に公開しないのかと、いうことなんですね。なんか見せられない理由でもあるんですか、これ。ねえ。まあ、そういうふうに考えたくなりますよね。次はですね、まあ、日蓮宗宗ですね。はい。まあ、日蓮宗宗の寺院は、これ誰でも、まあ、入れることは入れるんですが、大石寺の法安堂ですね。戒壇の大本尊は、外部の人に参拝させないということなんですよ。はい。で、これもおかしいんじゃないかということなんですよね。で、日蓮宗宗の信者さんに言わせると、いや、昔からそんなね、大石寺では外部の人に、戒壇の大本尊の参拝は許してないんですよ、なんて言うんだけど、そんなことないんですよ。はい。昔は、外部の人でも参拝をできたんですよね。はい。で、それはもう動画の313、329で検証してきております。はい。で、創価学会、日蓮宗宗の信者じゃない人で、大石寺の戒壇の大本尊に参拝した人としてはですね、かつてのこのパラマの哲江が将軍とかですね、あるいはその日蓮宗の僧侶で何人もいらっしゃる。あるいは国柱会の幹部でも何人もいらっしゃる。あるいは宗教学者でもいらっしゃるということで、もう結構参拝してるんですけどね。ところが、最近は、戒壇の大本尊に参拝させないと。いや、それがね、最近は松寺もなんか、規制が厳しくなってきてですね、お香に参詣するんだったら入場券出せとか言って、で、入場券、そんな外部の人は持ってないですよね。だから、じゃあ、あと入りませんみたいな感じで、そうやってもう体よく追い払われてしまったと。いうこともあったということでございますね。はい。で、これなんで、一蓮宗宗創価学会検討会っていうのは、これだけ頑なに閉鎖的な体質を持ってるのかということですが、まあ、これある人がおっしゃってたんですけれども、これ日光文流のやり方としてやってるんじゃないかということを言った人がいるんですよ。で、確かにね、これ日光文流っていうのは、他の、日光文流の本山でもですね、かなりお 非公、本堂を非公開にしている寺院があることはあります。あるんですが、これね、寺院側の許可を得れば、外部の人でも、本尊に参拝することは可能なんですよ。そういうことできるんですよ。だから、かたくなにここまで 創価学会とか検討会とか大石のように拒否するってことはないんですよね。はい。で、じゃあそんな、外部の人に本尊を拝ませてはいけないという日蓮の言い分がどっかあるのかと、いうふうに、まあ、検証してもですね、そんな日蓮の言い分はないんですよ。これもう、平成身辺御所全集、創価学会版御所全集、日蓮聖人遺文全集、いずれの遺文全集、御所全集にも、そんなね、外部の人に本尊を拝ませてはいけないっていう、そんな日蓮の遺文はないですね。はい。
それどころか逆の指南があるんですよ。これはね、太積寺旧世二中の指南を集めたというその二中建議書の中に、あるんですよ。はい、富士修学要旨第1巻の75ページ。法華宗の御堂難度へ他宗多聞の人を参詣して三軍参らせ花を捧げることあり、これを制すべからずということでございまして、はい、これは、日中建議省の108条に載ってるんですよ。はい、これが富士修学要旨第1巻でございます。この108条ですね。はい、ここに載ってます。はい。ページ数で言うとね、75ページになりますね。はい。で、ちょっと読んでみますと、法華宗の御堂難度へ他宗多聞の人を参詣して三軍参らせ花を捧げることあり、これを制すべからず、すでに順延なるがゆえなりと。はい。ただし大小の供養について出家の方へ取り次ぎ申して仏商人へ供養し申せとあらば一向取り次ぐべからず方々の供養なるがゆえに余道罪の人たるべしと。だから、その、他種多聞の人が、その、つまり、その、太積寺の御堂に参詣して、この御堂っていうの、この法華宗の御堂っていうのは、もう、いわゆるこの太積寺の御堂。つまり、太積寺の本堂。つまり、階段の大本尊が祀られてるところを言ってるんですよ。で、他種多聞の人が参詣して、三軍参らせ、花を捧ぐこと、これやる。これを制すべからず。これを制してはいけないよと。それは順延なるが言えなりと。ただし、大小の供養について、出家の方へ取り次ぎ申して、仏商人へ供養し申せとあらば、こう取り次ぐべからず、方々の供養なるが言えに、余道罪の人たるべしと。で、供養をその本尊に、じゃあ、その、備えてくださいと言ったら、それは取り次いではいけないよということが書いてあるわけですね。はい。はい、それでこの条文を解釈した文が結構いろいろあるんですよ。はい、例えばこれ、日中市建議省、この太積寺66世、細井日達法師が講述したものですね。はい、ここのところの98ページのところに、この条文の解説が載ってるんですよ。はい、でこれ、何と書いてあるかというと、ちょっと読んでみますね。この、法華宗の御堂難度へ他宗多聞の人参詣して三軍参らせ花を捧ぐることをこれやり、これを制すべからず、すでに順延なるが言えなりって、この条文ですね。略解と書いて、三軍とは米を参じ上げること。再選とは後世のことで、古代は米を参じ上げた。この米は鳥やネズミ等の食となる。花は古代はもっぱら式味であると。本州の本土へ他州の人々が参詣して三宮米や式みをあげることがありますが、これを拒否してはいけません。これがその人々にとって順延となるのでありますから。しかし、供養物の他省にかかわらず、住職に向かってご本尊様に供養してくださいと申し出たならば、決して取り継いではいけません。その施物は方々の供養物ですから、もし受けると余道罪の人となりますというふうに書いてあって、この日蓮宗宗の寺院の本堂、これ大積寺の本堂も含めて、その他宗の人が参詣して三宮米や式みをあげることがありますが、それを拒否してはいけませんと書いてあるんですよね。このはっきり書いてあるんだ。拒否してはいけないって書いてあるんだよ。はい、さらにまたこんななんですよ。はい、日中商人って二章廃校って言って、えのき共同編って書いてあるんですよ。このえのき共同っていう人はどういう人かっていうと、この今の鎌倉の五国寺っていう日蓮宗宗の祭りがあるんですけど、そこの住職をやってる人ですね。はい。で、ここにもですね、この法華宗の御堂難度へ他宗多聞の人を参詣して三軍参らせ花を捧げることあり、これを制すべからずの文に、の解説が載ってるんですよ、ここに。はい。123ページと載ってますね。はい。で、ここちょっと読んでみたいと思うんですよ。はい。三愚、この時代は通貨でも米でも仏前に撒き散らして供養とした再選の源流。花。古来仏家といえば式みを意味した。花を捧ぐるとは式みを備えること。順延。
逆縁の反対語。相棒を誹謗することにより、結果として相棒と縁を結ぶことを逆縁という。これに対し順縁は相棒に素直に従い縁を結ぶこと。痛快。本州の寺院本堂に多種多聞の人が来て参具したり、式見を備えたりすることがあっても、それを制止してはならない。すでにそうした行為は順縁になった意味があり、その心を重んじるのである。ただし、大なり小なりの供養について、寺院の僧に渡すなり、受付で、ご本尊に備えてほしい旨を申し出た場合は、取り次いではならない。なぜなら、未だ法防者の供養であるから、取り次いだ僧も余道罪となり、法防のそしりを免れないのであると。というふうに書いてあって、ここにもうですね、本州の寺院本堂に多種多聞の人が来て、参具したり、式見を備えることがあっても、それを制止してはいけないっていうふうに書いてあるのに、なんで、日蓮宗主はこうやって、その法華宗の御堂に、その参詣する人を制止するんですか、ということなんですよ。ね。なんでっていうのこうちゃんと答えなきゃダメですよ、これ。はい。ということで、全くその、日中下密葬に反することをやってるんですよ。はい。県総会だって、大石寺の階段の大本堂を根本にしてんだから、このもう、ね、この日中下密葬の通りにやんなきゃいけないんじゃないですか、これ。はい。創価学会も、この大石寺の真似してるわけですよね。はい。まあ、元大石寺だったわけですけどね。で、順縁の人をこうやって制しといて、それで、ご縁で、尺黒か布教活動をやるっていうのは、おかしいんじゃないか、というふうになるのは、当然ではないでしょうか。はい。で、これ、ちゃんと答えてくださいよ、ということでございます。はい、ということで、実にですね、この日蓮宗宗とか創価学会、検証会っていうのは、古来の歴代法師の指南に反することをですね、今でも平気でやっといて、なんか自分たちが、なんか、血脈を受け継いでるとかですね、法脈を受け継いでるだの、そんなことを、まあ、わみき散らしてると。いうのは、やはり、これはおかしいんじゃないか、ということになるかと思います。はい。ということでですね、今回の検証は、なぜ日蓮宗主、日蓮宗主創価学会検証会は、中心根本本堂を外部の人に拝ませないのかと、こういう検証をした次第でございました。はい。ご覧になられました皆様は、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。